ドリームワークスアニメーションの新作映画、野生の島のロズ、が第49回トロント国際映画祭で世界初上映された。ヒックとドラゴン、リロスティッチのクリス・サンダース監督がピーター・ブラウンの人気自動書、野生のロボット、シリーズを息を飲むほど美しい手書き風アニメーションで映像化しており、涙なしには見られない傑作となっている。動画、野生の島のロズ、特報。 命令を受けるために作られたロボットのロッザム7134。ロズは、不時着した無人島で偶然起動。野生動物たちの言葉を学んで彼らから命令をもらおうとするが、弱肉強食の世界だけに怪物と恐れられて相手にしてもらえない。そんなある日、一つだけ壊れなかったガンの卵を孵化させたロズは、キツネのフィンクにそそのかされ、ガンの赤ちゃんが、食べ、泳げ、 渡りの季節までに飛べるようにすることを新たな命令として奮闘することになる。サンダース監督はヒックとドラゴンとリロアンドスティッチについても敬愛するスタジオジブリの宮崎駿監督からの影響を語っているが、本作においてもロズのビジュアルが天空の白ラピュタに出てくる苔蒸したロボット兵そのものになったり、宮崎監督の冒険活劇らしい盾の移動、上下に展開するアクション、 が素晴ららしく取りり入れられていたりするまた CG でありながら手書き風のアニメーションは絵画のように美しく細部まで魂が宿っており自然がテーマの一つである本作にぴったりだった死が身近に存在する島ということでドリームワークスアニメーションらしいブラックなジョークに笑わされる一方でがんの赤ちゃんとちょっと変わった親子となったロズが愛を知っていく過程には目頭が熱くなる ロボットはプログラムに従い、野生動物は遺伝子に組み込まれた本能に従う。大切なものを守り生き残るために、そのプログラムを超えようとするロズと動物たちの姿が、これ以上なく生き生きと書かれている。